今週も始まりました、増渕達之のドラゴンストレートなんかウグイス嬢みたいな感じで言ってたんですよ今あ、わかりました。高校を発表する時のこうなんかウグイス嬢の言い方だった そんな感じでちょっと言ってみました。今週もよろしくお願いいたします。先週までは、はい、高校1年生から2年生ぐらいまでのそうですねお話をこうしてきたんですけども、あの先週それから先々週と、まあ、ちょっとあの高校名の、はい、あの話を私出してるんですが、はい、あの埼玉県立鷲宮高校と今はなっていまして、はい、で、まあ、前からちょっと気になってたんですけど鷲宮って言ってるのでなんか鷲鷲、はい、って言ってるのかなって、はい、なんか突っ込んでいいか分からなくていやいやなんか江戸っ子なのかなって思ったんですけど、僕の時は鷲宮高校だったんですよ。あ、鷲宮、あ、漢字は一緒で、漢字は一緒で鷲宮高校だったんです。あ、なまってたんじゃなくて、なまってないです。あ、鷲宮高校。そうそうそう。今は鷲宮高校なんですよね。はい、あ、なるほど。はい。そういうことですね。もともとあの鷲宮町ってところにあって、はい、で最寄り駅があの鷲宮駅だったんですけど、うんうん、なぜか知らないですけど鷲宮駅だから鷲宮高校かなって僕も入学当時は思ったんですけど鷲宮高校だったんですよ。その時は、はい、この地名というか駅名と高校名が違かった、はいはい、なんでだろうと思ってたんですけどそうですね、なんでだろうと思いますよね。まあいいやと思いながらまあまあそうですね、はい、そうですね。で久喜市になったんですね。うんうんうん、うん、で多分それと同時に多分高校名も鷲宮高校になったんですよ。そこから、はい、その時はもう卒業してます、してますもんね、はい、だ僕は鷲宮で卒業してます。あ、なるほど、皆さんそういうことでした。なまってるわけではありませんでした、はい、全然間違えてないです、はい、まあ、若干ねこうやっぱり言いやすいっていう方がね、はい、やっぱりね愛着というかやっぱり自分がね、活躍してきた、学生時代なわけですからね、はいはい、まあ、高校を1年生、はい、あまりにもプレッシャーでもう頭真っ白で、はい、今振り返っても全く覚えてないっていう、いやちょっとね意外だったなっていうのはあるんですが、はい、今週はいよいよ記憶があるところから。そうですね、はい、高2の春ぐらいですかね、はいはい、高2の春から行きましょうか、はいはい、まず一番最初は高2の春と言いますと、はい、まあ、春だったらまだ先輩はいる。先輩います、うん、で後輩も入ってくる。後輩も入ってきた、はい、後輩に自分たちが教わったように、はい、あのマニュアルを教えるわけですよね、はい、走り方や、ね、グラウンドの整備から、はい、それはもう一軍というか、まあ、エースだった、はい、増渕さんは同じように後輩にも。僕はやってないです、はい、え、やってないんですか。だいたいその指導係っていうのは、はいはい、え、なんか、え、うんうん、はいはい、うん、まあ、2年生じゃないですか、はい、2年生の中でもメンバー入ってない人が指導係として1年生に教えてたんで、うん、だから僕 は、エリートだから。そう、エリート選手なんで、もうできちゃうんで。そうですね、そんな手を汚すようなことはしないっす。しないっすね応援もしたことないし、指導もしたことないってやばいっすね、はい、まあでもそれはまた反面ね、違う、違う、まあプレッシャーというかね、やっぱりね、はい、大きくもうある意味野球部背負ってるっていうそこですからね。そうですね、うん、はい、その春どうでしたか、はい、大会。大会は、うん、当時その春の大会は、ベスト4までかな、うん、関東大会に出たんですよ。埼玉県主催の大会だったんで、だいたい関東でこう主催がこう回るんですね、うん、で春の大会は埼玉だったんで、うん、で県で、3位かな、うん、になったんで関東大会出場したんですよ、はい、また、うんうんうん、また、はい、あの時よみがえりますね。よみがえりますとの、はい、で今度は神奈川の慶応とやって、はい、勝ってたんですよ。お、はい、うん、でちょっとよみがえったりしました。よみがえっちゃいましたね、うん、あの高1の頃のあの、はい、
自分ちょっと蘇ってきちゃう、ちょっとトラウマがあって、うん、蘇っちゃって、うんうん、勝ってたんだけど最終的に逆転されて負けちゃったんですよ、ね、うんうんうん、はい、それはこうずっと投げ続けて、あ、ずっと投げ続けて、はい、あ、そうですね、うん、それはあの、まあ1年生の時は、はい、まあ、自分のせいだっていうのを深く、まあ、こう思ったわけなんですけど、その2年生の春はどうだったんですか。それはやっぱりチームの中でもちょっとなかなかうまくこういかなくて、全体的にいろいろ振り返ってみた、あそこもあそこもあそこもってあるから、まあ、結果的に負けたのは仕方なかったかな、なのか。いや、全然仕方なかったっていう感じじゃないですね。もう完全にもう実力で負けたっていう、うん、はい、実力と学力ですね。学力まあそこは冗談ですけど、はい、もう普通に実力で負けましたね。うん、僕の力不足で普通に。うん、だその時はまあ、うん、もう2年生だし、もう1年生でそんだけの経験させてもらったんで、うん、負けはもうもちろん悔しいし、力不足で悔しいですけど、記憶喪失にはなんなかったそれは、はい、じゃあ振り返ってみると、まあ、はい、そのどういうところがというか負けちゃった。まあでも全体的にやっぱりその、うん、僕の時の3年生の時に比べたらやっぱ戦力的に落ちるっていう感じですね。学校のね、はい、中でですね。で、そうですね、もう2年生で、で新3年生じゃないですか、うん、新3年生のチームなんですけど、新2年生の方が多かったんで、メンバーが、うんうんうん、レギュラーメンバーが、はい、だからまあ経験もそうですし、力もそうですし、うん、まあ、逆にその春関東出れて経験できたことは逆に大きかったかなっていうぐらいの気持ちというかだったっすね。じゃあその関東大会、2年生の春の関東大会まで行けた、はい、まあ、負けてはしまったけども、その経験が秋とかに続くということですか。はいはい、そうですね。で春が終わってシード取って、また2年の夏を迎えるわけです。来ました、2年の夏。はい、はい、先輩の、はい、来ちゃいましたね。はい、で始まりました、門出の、はいはい、大会です。来ました、はい、で一応もう春関東も出てるんで、シード校、うんうん、シード校で、はい、でベスト8まで順調に行きました。はい、行きました。はい、うんうん、でそこで、うん、前話した、はい、埼玉栄の木村、はい、出てきた、はい、もしかしてが立ちはだかるんですよね。対戦相手となる、はい、埼玉栄で、その埼玉栄、その台めちゃくちゃ強くて、で初対決、はい、ベスト4をかけた、はい、向こうももちろん投げてる、木村さんが投げてる。その時はうちがそんなに強くなかったので、うん、木村は途中から投げてきたのかな。温存してたってことですね。はい、温存です、はい、その時点でちょっとクーッとなってましたけどなりますよね。はい、もうでも相当強くて、あ、で、まあ、その時も感じたんですけど、もう自分と木村の差は結構開いてるなと。少しちょっと距離があるというか、はい、背中が遠く見えるような、はい、うん、こんぐらいしか見えなかったですけど、ちっちゃい、相当遠いですね、はい、コールド負けしたんですよ。はあ、そんなに差がありましたか。はい、はあ、そうです。でそこでもまた悔しさをもう2年連続、はい、経験させてもらって、うん、いやこれは、うん、俺はあの木村に勝たない限り甲子園出れねえと、うん、もう練習するしかないと、うん、もうコーチにももう練習するしかないんだよって言われて、うん、もうそこでスイッチが一気に入って、さらにこうグッと、はい、でも夏終わったんでもう自分の代じゃないですか、はい、もうそこから3年生の始まりです。そうなんですね、はい、こう経歴を見るとその高校時代も順調に行ってて、はい、かつ、まあ、学校もそれなりに強かった、はいはい、大会も行ってる、はい、まあ、順風満帆ん順風満帆かなと、はいはいね、すいませんね、はい、かなと思っていたんですが、はい、今のところずっと
その華やかしいというよりかは、うん、まあちょっとこう暗い影を見えるぐらいかなというふうに、はいはい、もう悔しい思いしかしてないですよね。そうですよね、はい、でもその中でもまあ練習をやっぱり続けるというか練習は裏切らないとか、はい、そういう境地になるんでしょうかね。なりますね。うん、もうここに勝たないことには甲子園ないと、うん、思いで、うんうんうん、新チームの秋が始まりました、うん、いよ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 キングの時代です。自分の代です、はいはい、その時は部長とかですか。副部長です。あ、副部長で、はい、なんかこう何ですか、こうテーマとかあるんですか、こう目標とか。目標ですか。あのこう部でこう書いたりするんですか。なんか甲子園行くとか、なんかそういうの。いや、もうそれはもう常に常にあります、はい、なんかスローガンみたいなとかあったりするんですか。まあ、プロ野球みたいに毎年毎年こうスローガンあるじゃないですか、うん、はい、そういうのはないです。あ、そういうのはない、はい、うん、でもまあ部長と副部長から俺たちの時代だ、こう頑張ろうぜみたいな、はい、そういうやっぱり話はまあしますね、うん、まあ、それなりに僕もなんだろう、結構経験させてもらって、うん、それなりに抑えてて、うん、結構有名になりつつあった選手だったんで、うん、まあ、それもありつつ、うん、甲子園もいけるんじゃないかっていう雰囲気も出つつ、うんうんうん、でもその木村に勝たないとっていうのもありつつ、うんうん、はい、明らかにそのコード負けしまった時は、はい、練習量の差というかを感じたということなんですけど、はいはい、具体的にそのキングの時代になってからどういうふうに変えていったとか。まあ、やっぱり、まあ、練習量だけじゃなくて、うん、それこそもっとどこどこに勝つために甲子園行くためにっていうのをもっと明確にして選手一人一人を考えて、なるほど、やる必要がある。ただ漠然と練習してるだけじゃなくて、だって高1から練習終わった後に自主練までして、はい、高2になったら今度ね、はい、あのこう、量というかあの、ね、こういっぱいご飯も食べて、はい、ね、山盛りいっぱいでお腹いっぱいになるぐらいとかもして、はい、もう、まあ、それ聞きます。僕下宿してたじゃないですか、はい、めっちゃ食わされたって言ったじゃないですか、はい、朝、うん、昼晩朝3合3号昼3号夜3号サザンが9号9号です、服のサイズじゃないですよね、はいはい、でプロテインを1日5杯うわ、もう練習よりきつかったんですよ、ね、そうですね。朝起きてプロテイン1杯うわ、そして3号飯、昼にプロテイン1杯、うん、そして3号飯練習前にプロテイン1杯で夜3合飯で寝る前にプロテイン1杯寝る前にですか、はい、もう気持ち悪かったですね。そうですね、それが毎日毎日。そうですね、まあでもそれのおかげさまで、そのおかげで体もでかくなりて、スピードも上がって体に力が出つくようになって、もうどちらかといったら僕の努力はそこだなっていうぐらい。そこをね、はい、あのまあ、メニューでいうとご飯に合うメニューが多いと思うんですけど、はい、お腹いっぱいだけども、でもやっぱりこのメニューだったらちょっといけるなっていう、基本的におかずは一品です。一品で3合いくんですか、はい、じゃないと食べれないですご飯3合。そうなんです、いろいろおかずがあったら、はい、もうそのおかずの量があるわけじゃないですか。あ、そうかそうか、もう無理っす。お腹いっぱいになっちゃう、ね、はい、あ、そうですよね。だからもう一番手っ取り早いのもカレーですよね。カレーとか、あー、カレーで、はあ、こう、はあ、もうでもカレー行った後のあの甘い正しいプロテイン、うん、マジ気持ち悪いんですよ。あそうですね、ご飯、はあ、そうですね、プロテイン、そうですね、ちょっと僕2回泣いたっすからね、もう食べられなくてそんなに、はあ、そっか、はあ、影で。いやでもね、今まさにその世代のお子さんをね育てている親御さんが見たら、はあ、やっぱ食事なんだなってのは多分皆さんね思ってらっしゃるんじゃないでしょうかね。そうですね、まあ、でも もちろんだけど体はやっぱでっかくする
メリットはまあ多いは多いんですけど、うん、ただでかくなっても動けなかったら何の意味もないんで、うんうんうん、だから僕は食べながらしっかりランニングしたりトレーニングしたりして、うん、自分の体をうまく扱えたんで、うん、うまくいったんですけど、うんうん、それは自然とですか、やっぱり教えてもらえるんですか。自然とっすね。自然、はあ、また俺できちゃう発言出たな、はあ、できちゃったっすね。どやって感じ、はあ、そうっすか、まあ、でもそうですよね、はあ、やっぱりちょっと体重くなっては本末転倒ですし ね、 そうっすね。もう高校そうっすね、新チームの秋の大会かにはもう140何キロ、そんなにスピードっすよ。あ、すいません、体重かと思って、体重そんなったらもう無理っすね。すいません、はい、あ、スピードでも140、え、140は超えてて、早いですね。で、はい、新チームの秋の大会始めました、はい、で、うん、宿敵、うん、埼玉栄とぶつかるわけですよ。いきなり、それもベスト8ぐらいですかね。また同じはい、あ、パターンで、はい、もう木村向こうももうエースですもんね、はい、エースで4番で木村で、うん、その時は温存じゃなくてももう温存じゃなかったですね。もううちもよっしゃ来たと、はい、よっしゃ来たと、うん、で前はコールド負けしてて、うん、覚えてんぞって、はい、こっちとらコールド負けしてんだ、はい、こらーみたいな。そう、うん、で9回まで0対0だったんですよ、うん、はい、9回まで0対0、はい、うち先行で9回の表、はい、向こうが裏、はい、で表0点、はい、で9回裏、はい、2アウト2塁かな、はい、でセンター前行ったんですね、打たれたんですね、はい、2アウト2塁、はい、センター前、はい、3塁でうまくいったらアウトできるかもしれない。あ、ホームで、あ、ホームで、うん、はい、でセンターからバックホーム、はい、カチャッとたらアウトだったかなぐらいだったんですけど、うん、キャッチャー取れなくて、うん、パスって、はい、さよなら負けです。 1-0 また勝てなかった。そう、勝てなかったんですよ。勝てなかった、はい、ずっと投げてたんですか。ずっと投げてました。じゃあそこも、はあ、しっかり覚えてますね、はあ、そうなんですよ。でもう、うん、また冬トレが始まるわけですよ。それなんていうか、あの、なんていうんでしょうね、まあ、ツーアウトでその二塁の段階の時には、はい、もう気持ち的には高一のようなこうドキドキよりかはもっと冷静になって、あ、もう全然冷静ですね、うん、で打者が入って、うん、じゃあこれで投げようっていうのも、うん、もう喧嘩ぐらいの気持ちで投げてたんで、喧嘩ぐらいの気持ちで、よくほら、俺のね、俺の例えばこれはストレートだ、キャッチャーはこうサイン出してるけど、うんうんっつって、もう俺はストレートなんだっていう風に行くとか、はい、というアニメのシーンとかはありますけども、はい、まあ、そういう感じだったっす。あ、はい、じゃあもうストレートで行くぞと、はい、初めて会ったっすね。会いましたね、会いましたね、はい、もうまさにそういう感じだったんですよ。やったろうと、はい、もうやってやると、その渾身の球を投げたら、はい、ポンって当てられて抜けていって、うん、ああみたいな、うーんうーってなって、はい、まあみんなもうさよならだから相手は、はい、ってなって、はい、効果聞いて、はい、うん、また木村かと、うーん、また木村かと、うん、その後ってこう反省会じゃないんですけど、まあ、監督から、はい、まあ、引き続き河野監督ですかね、はいはい、なんかあったんですか、みんなに対する、まあ、まだまだ練習が足りないと、うん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 、まあ、その通りと、うん、1-0 だけど勝ち切るまでの力をつけていないから負けたと、うん、だからもう本当練習して、うん、高い意識で一人一人がやるしかないと、うん、で春夏やり返すぞって、うんうん、って言われたわけですよ。でその気持ちに乗っかり、うん、冬トレもしっかりやって、
その時点ではもうほぼ全員同じベクトル、はい、同じ方向を向いてる。向いてます。で、そうですね、まあ、しっかり3合飯も食って、うん、きついけど食べて、はい、でそれは続いてるんだ。3合は続いて、で体重も80ぐらいになって、あ、だいぶ高1の61キロからすると1年半、はい、ん1年半ぐらいで19キロ増やしてる、はい、うわ本当にトレーニングですね。で球速も149かな、はい、もう後半ぐらい投げてる、はい、もう150に行く勢い、はい、もうそこから結構スカウトの人とか、あ、周りも注目度っていうか、うん、もう埼玉は木村と増渕みたいな、うんうんうん、になってて、うん、それも自分でも分かってる。自分でも分かってました、うん、自分でも分かってましたし、あの本屋行くとその高校野球雑誌っていうのがあるんですよ。ありますね。で取材にも来るんで、はい、こうもちろん自分が本に載ってたりするわけですよ。はい、ちょっと嬉しい、はい、でもっとこう自分がこう気持ちを高ぶって、はい、高めていきながら、うんうん、やったるぞと、うん、で春を迎えて半年経ったわけですね。経ちましたね。で春にはやっぱ花が咲きましたね。花が咲く、あもう聞きたい。ということはそうですね、うん、春の大会県大会は、はい、優勝したんですよ。でも、はい、木村とは当たってないんですよ。木村と当たってない。木村はその前に負けちゃってて、でそうですね、そっか、じゃあ木村さんからするとやっぱりもう意識はしていたはずですから、はい、もうもちろん決勝の舞台で一緒になるだろうぐらいに思ってたでしょうね、はい、で、ね、もう記者とかの人もそういう注目でそういう、はい、決勝で当たるみたいな、うん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 、なってたんですけど、うん、木村とは当たらずに、うん、木村は先に負けちゃって、負けたとは、はい、で春の大会1回戦が、はい、僕が1年の時に夏で負けた、はい、所沢北高校だったんですよ。宿敵、宿敵、その高校と1回戦でぶつかるわけですね、はいはい、まあでも僕はよぎるわけじゃないですか少し、うん、いやでもその時の俺とは違うぞと、うん、全然成長しているぞと、はあ、もうそれも完封で抑え、自ら僕もホームラン打って、おお、やっつけて、いいですね、もうやり返したと、いいですね、もう本当完破っていうぐらいの感じですね。もうね、そうですね、うん、で順調に勝ち進んでって、うん、決勝も勝って優勝、うん、春は優勝ですね。じゃあもう高校入学して初めての優勝、そうですね、ということになりますよね、はあ、まあ、春の大会なんですけどね。いやそれでもですよ、はあ、やっぱりずっと苦しかったのがようやく、はあ、そのやっぱりこう一番という称号ですよね、やっぱりね、はあ、うん、でまた関東大会出場させてもらって、はい、そうですね、はあ、うんうんうん、で今までの関東大会もう1回戦で負けてきたんで1年2年で、うんうん、で関東大会始まりました、うん、1回戦目、はい、いきなり、はい、東海大相模強いところですね、はあ、もう甲子園で常連の高校ですね、はあ、もうプロ注目選手がいっぱいいて、そうですね、もうピッチャーも菅野とか、ああその時代ですか、はあ、1番は広島の田中康介とか、わ4番はあのジャイアンツに行った田中大二郎ってやつがいて、はい、そんなチームと、あ、いきなり戦うかと1回戦で、はあ、でもで菅野が先発で、はい、投げ合って、はい、僕が打って、はい、5打点でお、センターオーバーとレフトオーバー打って、はい、当時の菅野君からはで勝ったんですよ。わー、花が咲いてる、そう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 、まだ咲き続けている、そう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 、そこで一気にスカウト陣の評価がガーンと上がったんですよね。だってもう東海大相模を撃破した
鷲宮の増淵みたいな感じですよね、はいはい、でそこで周りの評価からしたら木村を抜いたんですよ背中がちっちゃかったのが近づいたところかもう追い越しちゃった、はいそうですね、ここで来たなと、はい、そこまで行ったんですよ、はい、あとはもうやっぱり夏の甲子園がもういよいよ見えてきますよね、はい、見えてきます。それだけもう来るんだったら、はい、あまあその前にその東海大相模に勝って、はい、そこからどうなったんですか。次日大三高だったんですよ強いな、はい、やっぱり関東大会といえば強いな。うち1位で出てるのになんでそんな強豪と当たるんだろうと思いつつ、ね、日大三高とで、うん、でその試合はまあ普通に 3対1で負けたんですよ。あ負けちゃった、はあうん、あでも僕の中で別にいいなと思ってそうなんですか、はあうんうん、3対1で負けたのでその時点で関東大会はそこで終了で、うん、日大三高にちょっと負けて、はあうん、で夏を、はい、迎えるで夏を迎える時抽選会とかあるんで一応、はい、その時に埼玉新聞さんとか、はい、いろんな記者の人から、はい、木村とのツーショットを撮りたいと、うんそういう時ってどういう心境なんですか。別に全然あ全然、はあ、なんだよとかなんかなんですなんですあひねくれ坊主じゃなかったんだね。全然ひねくれじゃないです。で当時木村キャプテンで、うん、もちろん抽選会行くじゃないですか、はい、で僕も副部長だったので抽選会行ってたんですよ、うん、だちょっとツーショット撮らせてください、うんうん、夏の決勝で会おうっていうみたいな記事の見出しを出しますって言われて、そうですそれはちょっと欲しいかもしれないですね、はあで取って、うん、で夏の大会迎えて、その時会話とかしたんですか。しましたよ。決勝で投げ合おうなみたいな、うん、おそういう会話がしました。もしかしてそこが初ですか、2人で会話するの。そうですね、会話は初ですね。ずっと意識し合ってた2人が、はい、まあ記者さんのねきっかけとはいえそうやって写真撮り、はい絶対投げ合おうなと、はい、うん、いよいよ夏に行くわけですね、はい、でそこから夏を迎えましたね。そのやっぱり、夏まではさらに何でしょうかね、チーム力もそうですけど練習量だけじゃなく、はい、何かその当時ってどういうあの、まあ、部活内というかどういう雰囲気だったんですか。まあ、やっぱりまあ僕も経験を積ましてもらったんで結構、はいまあ、どっしりとしたやつけど、はい、他の選手もやっぱ相模に勝って関東も出場して、うん、県も春でも優勝したんでそれなりにやっぱ自信になったと思うんですよ、うん、やっぱりピッチャーだけ強くてもね、はい、野球はねダメです、うん、全員野球っていう言葉もある限り、はい、やっぱりその最終的にそのチャンスをものにしたりするのは結局みんなのやっぱり総合力で優勝旗を手にするっていうふうになりますもんね、はいはいはい、なんでそうですね、まあもう他の選手の人 もうより意識が高くなってもう本当甲子園行けると思って、うんうん、もう日々練習積んでましたね。うーん、練習をし、はい、その時もあの周りのというかあの一緒のメンバーもあの部員も体はだいぶ大きくなって、あ大きくなりましたね。あ、はい、じゃあみんなそれなりにあのみんなもやっぱ食事のトレーニングもしてたんですか。あの細いやつはしてたりとかもしました、うんうんうん、あとは僕とバッテリー、まあ、キャッチャーのやつと一緒に下宿してとか、はい、うんうんうん、一緒にちょっと時間を過ごすのをちょっと多く設けてもらったりとか。なるほど、はい、ユニゾンできるぐらいなね、はいはいはい、ことをねやってたわけです ね、 やってましたね。そこまでしたらもうあとはもう勝つのみ、勝つのみです。勝ち進んでいくのみっていう、はい、てっぺん目指すだけですね、はい、そうですか。夏はあのまあ大会は埼玉県内の大会とか、はい、それこそ、まあ、さっき言ったそのツーショットから始まっていくんですけども、実際にじゃあ試合が始まるっていうのはあの一番最初はどの高校と対戦したんですか。一番最初は熊谷西っていう高校です。じゃあまあ
まあ、正直勝てるかな。もうそうですね、大体最初始まって、うん、3試合目ぐらいまではコールドで勝ち進んで、うんうん、まあ、大体その後完封とか、うん、でノーヒットノーランもやったんですよ。おお、ここで、はい、5回戦ぐらいで一律浦和、まあ、今は浦和一律か高校にノーヒットノーランまでして、うん、そこから準々って入ってくるんですね、うん、もう強豪と戦って、うんうん、ずっともう体調も含めて順調だったわけですよね。順調です。どっか痛いとかもうないです、ね、なくもう万全で、うんうん、はい、でどんな風になるんでしょうか。続くですかね、はい、じゃあ続きは、はい、また実施これもう 何週にわたるんでしょうかこれね。どうなっちゃうんでしょうかって、はい、濃いですからね、まあ、確かに濃いですね、はい、それだけ、ね、やっぱりねもう話すことがもういっぱい聞きたいこともいっぱいありますので、はい、じゃあその夏の大会はまた次週、はい、はい、お話をお聞かせください、はい、今日はありがとうございました。